その進次郎は自分の評判を知っていた他の場合ならむしろそのために出席するだろうが安之助を当惑させる気にはなれないのであった河合には察しもつかないだろうがと進次郎は言った「小浜は今稼ぎに出ているんだこの家から稼ぎに出て」。 この家へ帰ってくる。俺は何のことはない、芸妓屋の店主なんだ。どうしてまたそんな。俺があのヤクザな稼ぎをやめたんでね。あれをやめたってそしてこっちのヤクザな稼ぎに乗り換えたのさ。まさか勘定奉行所の管理の結婚式に、 芸妓屋の亭主が出るわけにも行くまいじゃないか。とにかく俺は遠慮するよ。青山のすることはまるで見当がつかない。安之助はため息をついて。わざと自分で自分の身を滅ぼすようなことばかりするんだ。一体そんなことをしていてどうなるのかね。新次郎は聞き流して言った。 向こうに行く先はどこなんだすぐ話を逸らすんだな。言いたくなければ聞かなくてもいいよ。交代寄り合いの藤代という家だ。新次郎は気厳そうに目を絞った。交代寄り合いの誰だって藤代劇というんだ。家は小石川の水道橋にある。 どうしたんだ？知っているのか？ああ、知っている。ほんのわずかな。引っかかりなんだ。進次郎は湯呑みの酒を煽った。お袋の方の親戚にあたるんだ。初めて聞くじゃないか？そうさ、お前が悪いからだ。進次郎は腹を立てたように言った。 向こう入りの話になると決まったように体をかわす。その話はよそうと逃げてばかりいたじゃないか。これまで一度だって藤代の名の出たことはないぜ。何をそんなに怒るんだ。何を怒るかって新次郎は惨めに顔を歪めて。それから急に乾いた声で笑い出して。 ほとんど特身的と言ってもいいような毒のある笑い方であった。安之助は訳がわからないなりにむっとして顔を背けた。安之助が帰ってゆくと間もなく、新次郎も家を出た。かなり酔っていたので、中洲までほんの一またぎのところをかごに乗って行った。そして乗ってゆく途中、 何度もせせら笑いをしたり、眉をしかめたり、ぶつぶつ独り言を言ったりした。彼は動転していた。動転している自分をあざ笑いながら、しかもそこから抜け出すことができない。彼は自分が非常に馬鹿げてはいるが、のっぴきならない悲劇の中に置かれたことを感じた。中洲の柳では、 2階のいつもの座敷で園子が待っていて進次郎を見るとすぐ抱かれに来た彼はほんの一瞬ためらったが今度はひどく乱暴に抱き寄せたそれは彼女が悲鳴を上げるほど荒々しい動作だった「まあ,あびっくりさせることどうなすったの?」園子は指で唇を触ってみた ほらごらんなさい。切れてしまったわ。彼女の唇に血がにじみ出た。慎次郎はそれを吸い取りながら言った。手も切るんだよ。何をおっしゃるのさあ。その子は隣座敷の方へ目をやった。顔がにわかに蒸気し、目が潤みを帯びてキラキラ光った。 新次郎は帯を解こうとするその子の手を押さえた。まあ座ってくれ、話があるんだ。いいえ、いやその子は男の手を振り離した。後でなければ伺いません。あんなになすっておいてじらすなんてひどい方だわ。本当に話があるんだ。その子は耳を塞いで、 隣座敷へ入って行ってた。進次郎はそこへ座った調子と皿小鉢の並んだ禅の前に座って調子に触ってみたそれはまだ生温かく酒も少し飲んであるだけだった彼はワの蓋を取って酒を継ぎ続けさまに2杯あおった隣では 着物を脱ぐ絹ずれの音がし開けてある襖の隙から解き捨てた帯の端がなまめかしく見えた「その子聞いておくれ」新次郎は感情を殺した声で言った「お前の婿になる男は俺のただ一人の親友なんだ」「今日初めてそれを知ったんだ」 俺たちはよく相談し合わなければならないんだよ。絹ずれの音が止まって、それからややしばらくしてその子の声が聞こえた。河い泰之助という方がですのそうなんだ。あなたとは親友ですって新次郎は3杯目の酒をあおった。 すると不意に、その子の笑い出すのが聞こえた。はじめは含み笑いだった。泣き出したのかと思われるくらいだったが、次第に高くなり、どうにも我慢ができないというような高笑いになった。その子、お前おかしいのか新次郎はカッとなった。 動転した気持ちから覚めていないし酔っっているたためもあったろう。立ち上がって隣座敷へ行った「お前にはこれがおかしいのか」その子はまだ笑いながらいきなり彼に飛びついてきた時色の長襦袢の下には何もまとうものがなく強い大衆と一緒に弾力のある 厚い滑らかな素肌がぴったりと進次郎を包んだ「夕顔の少々」その1女中が新しい膳を持ってきておくとそっと声だけかけてすぐに去った進次郎は起きてきて着物をきちんと着直し鏡に向かって髪をなでつけた。 青ざめて肉のこけた顔に血ばしって濁ったような目の嫌な顔であった。我ながら汚らしく嫌な顔であった。しかし彼は目を背けはしなかった。進んで罪を認めるかのようにその自分の顔を鋭く見守り、そうして犯罪者のように冷笑した。隣座敷では かすかに寝息が聞こえていた新次郎は鏡に蓋をして立ちこっちへ来て禅の前にあぐらをかいた火鉢に火がついでありその上に湯あかしがたぎっていたそこに缶鍋もあったが彼はとっくりの酒をわんの蓋についで眉をしかめながらぐいぐいと飲んだ彼は目をつぶって 低く自分につぶやいた「どうするんだ」彼は罪の自覚をはっきりと感じた「昨日までならいい」「安之助の口から聞かない前ならまだいい」「けれども彼はもう知っているのであった」「その子は安之助の妻になる女であり2人の結婚は間近に迫っている」 そのことを知っていて、しかも彼は過ちを重ねてしまった。弁解の余地はないな。弁解の余地はないと思った。これは紛れもなく、ただ一人の友を裏切ることであった。慎次郎は自分が負けたことを認めた。その子には単純でない魅力がある。 性質にも肉体にも一般の女たちとはまるで違った甘美な毒とも言うべき得意なものがあった。常識的に見れば放らで不道徳なことを少しも良心の咎めなしにやることができる。信次郎とそういう関係になったことはもちろん、婿の話が決まってからも その関係を続けることに平気であった。それとこれは別だ。そう割り切っていた。自分をごまかすのではなく、心からそう割り切っていたのである。しかもそれは彼女の場合にはいかにも自然であった。言ってみれば、いかなる放殺無知な行為も、 彼女の場合にはそのまま自然であって少しも彼女を怪我したり傷つけたりすることができない精神的にばかりでなく肉体的にも彼女はいつも新鮮であり自分の意志に従って解放されていた彼女に良心を求めたり道徳を押し付けたりしても徒労である彼女には彼女の良心があり 道徳がああるのであった彼はそういうその子を愛していた愛しているだけではなくそういうその子を理解しその全体の沈長さを本当に生かして愛することのできるものは自分のほかにはないだろうと思った安之助夫も含めて他のいかなる男も その子の善言を鳴らすことはできないだろうと思うのであった。しかし彼が負けたのはそのためではなかった。その子が笑ったとき、笑って彼に飛びついたときに彼は負けたのであった。信次郎にとって、無気になる人間ほど滑稽なものはなかった。その子が笑ったとき、 彼は無気になっている「自分に気がついた自分とその子の関係を断つこと安之助とその子とが結婚してからのことについて彼は真剣に思い悩んでいたそれが彼女の高笑いにあって惨めに崩れたいかなる意味にせよ人に笑われることに耐える力は彼にはなかった。 そのあけすけな戦場的でさえある笑いには到底抵抗できなかったのである。だがその子は汗を拭いた後、ヤグの中で肌に風を入れながら告白した。安之助が新次郎のただ一人の友達だと聞いたとき、突然全身に火がついたようになった。 私、お腹の中ままで急にカッと熱くなりましたわその子は言った彼女は激しい情熱の衝動に圧倒されたそれはかつて経験したことのない焼けるようなあらゆる筋肉の練習を伴う発作であったその子が笑ったのはおかしさのためではなく そんなにも親しい二人の友を同時に自分のものにできるという強烈な刺激の反射作用であった。その子は今、寝息を立て、甘やかな快楽に包まれて眠っている。一時前、彼女は狂った獣のように新次郎の腕に歯を立て、汗まみれの全身で絡みつきながら言った。 別れるなんて嫌夫は夫あなたはあなたよもしもこれから会ってくださらないなら夫と別れてしまいますその子は思うままのことを言うそれが脅かしでもなくその場限りの言葉でもないということは信次郎にはよく分かったきっとそうするに違いない。 慎次郎は神戸を垂れた本当に安之助と別れてしまうだろう彼はしばらくそのままの姿勢でいたそれから静かに顔を上げた口の中で何かつぶやき続けさまに酒をあおった彼は自分をけしかけるようであった 突然目が険しい光を帯び唇が片方へ醜く歪んだ。慎次郎は立って刀を取った。そうしてそっと隣座敷へ入っていった。屏風を半ば引き回したヤグの中にその子が行がしていた。滑らかにきめの細かいふっくりとした顔が ほっと蒸気して汗ばんでいた。乱れた髪の毛がいく筋か額から頬へ汗ではりついていた。安らかなケタに身を任せた眠りであった。不思議なくらいがれもない清らかな幼女のような寝顔であった。彼は刀の塚に手をかけた。 そうする方がいいと思った。そうしなければならない。やがていつかは三人のうち誰か一人がこの傷に耐えられなくなって滅びるだろう。いつかはそうなるのだ。それは避けることのできない事実だ。それなら今そうすべきである。 少なくとも一人だけは傷つかずに済むそう思ったのであった進次郎はそっと刀を抜いたその二。柳を出ると暮れかかっていた橋を渡ってすぐ右へ折れ貸に沿って帰って行くと安藤津島邸のはずれで 後ろから来た三人の侍に取り巻かれた。永代橋あたりからつけてきたらしい。さりげなく迫ってきて、いきなり一人が前を塞いだ。青山慎次郎さんですね。慎次郎は後ろに二人いるのを認めた。何です桜川町の使いの者のですが、ちょっと一緒に来てくれませんか 桜川町には用はないはずだが。あるんでしょうね、多分。と相手は左手で刀のつ燕元を握った。来てくれますか。新次郎は黙ってうなずいた。彼らは新大橋のところで新次郎を辻籠に乗せた。逃げられない用心のためであろう。 新次郎は苦笑した。桜川町というのは、そこに家のある小宮山いおりのことである。小宮山は、五十人組の組頭で、新次郎の田沼氏を誹謗する下策に対して、報酬を払ってくれる人間だった。いつか彼が大目付へ召喚されたとき、小浜が、 桜川町へ知らせたらと言ったのはそのためで、小宮山はその報酬が去る用心から出るものであり、自然何か事の起こった場合には、その人の手で保護されるということを約束していた。もちろん彼はそんな約束を信じはしなかった。仮にその約束が真実だとしても、 彼らの袖の下で保護されようとは思わなかった。彼は黙って大目付に出頭したし、それ以来もう六十日余りになるが、下作下分の仕事もしていない。小宮山とはもう縁が切れているはずであった。あの仕事を続けさせようというのか。籠の中で新次郎はそう思った。 それにしては少し物々しすぎる。三人の侍は暴力でも連れて行くという態度であった。現に刀を抜くぞという姿勢さえ示した。これは下策を続けさせるためではない。何か他に理由がある。ぜひ自分を呼びつけなければならない何事かが起こったのだ。 慎次郎はそういうふうに考えた四半時ほど行って籠は止まった桜川町ではなくもっとずっと近かった大きな武家屋敷の脇門から籠のまま中へ入れられたがその時垂れの隙から火の移っている堀の水が見えたおよその見当にして 八丁堀辺りかと思いそう思った途端に彼はうっと言った「そうか越中の神か八丁堀で大きな屋敷といえばまず松平越中の神である新次郎の顔はにわかに期待の色で明るくなった籠から出ると玄関のある建物を右に見て回り 別棟になっている侍長屋のようなところへ連れて行かれたそこで中年の侍に引き継がれ持ち物を調べられたり着物をきちんと直させられたりした脇差しもささずに着流しのままかその侍は無別したようにつぶやいた進次郎は つい皮肉なことを言ってしまった。まさか夕顔の少々からお招きを受けようとは思いませんでしたからね。その侍は赤くなった。今にも怒鳴りそうであったが、もっとあからさまな侮辱の一別でそれに変え、こっちへ来いという手真似をした。廊下を曲がって行き、渡り廊下を渡って、 さらに奥へ行った。そこでまた次の侍に引き継がれたが、その侍には見覚えがあった。桜川町の小宮山の家で三度ばかり顔を合わせたことがある。五十歳ばかりの気難しそうな老人で、これが例の報酬を持ってくる人間だなと思っていたが、 やっぱりそうだったのかとテンが言った老人は全く未知のもののように刀を置かせて次の座敷へ彼を案内したそれは書院作りの十条ばかりの部屋で三人の男が待っていたその一人は桜川町の小宮山伊であり他の二人は松平家の養人で吉村隼人 久松十郎兵衛というものであった。吉村は四十二三になる色の青白い痩せた男で、学問所の古参教官といったような顔つきをしていた。久松はもう少し若く、体も硬く肥えているし、顔も丸く、多血質と見えてまぶたが厚く膨れていた。小宮山は、 二人の容認を紹介したのち、ひどくよそよそしい態度で言った。この八月に大目付へ呼び出されたということを聞いたが、事実か。新次郎は事実だと答えた。こちらへは何も言ってこなかったではないか。それはどういう意味ですか。もし、とがめなどのことがあったときは、 こちらでしかるべく保護をするという約束があったはずだ。確かにあったようです。それなら当然そのことを知らせるべきではないか。新次郎は小宮山の目をじっと見て、それから何気ない風に答えた。私はその必要を認めなかったのです。なぜ認めなかったのだ 別に理由はありません。小宮山が何か言おうとしたが吉村隼人が咳をした小宮山はそっちを見たすると貴様松十郎兵衛が膨らんだまぶたの下の鋭い目でじっと新次郎を見つめながら言った「<laughs> 大目付ではどのような尋問をされたかごく簡単なものです」。 彼はあっさり言った。私があの下作下文の作者であるかどうかということで、私はその通りだと答えました。自分の意思でやったか、他人の依頼でやったかという点を聞かれたであろう。新次郎は嫌と言って首を振った。久松が続けていった。 田沼殿にも尋問されたそうではないか今のが相良公との問答ですそれが全部かいやもう一つありました進次郎は微笑しながら言ったなぜこんなことをするかと言われましたから金が欲しいためだと答えました三人はぎくっとしたようであった 吉隼人が刺すような調子で言ったそれは金で依頼されたということになるわけかそうなるでしょうな相良公も「それなら自分が金を出せば自分のためにもそういう仕事をするか」と言われましたから依頼者の名は聞かなかったのか聞きませんでしたね。 聞かれても私は知らないから答えられなかったでしょうが、彼は小宮山の方をからかうように見た。まさか小宮山さんだとも言えないでしょうしね。小宮山いおりは怒りのために赤くなった。